はい、ブラーレッツエンジョージアボカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube そろばんチャンネルでは皆様のおかげで、YouTube 側から CM 広告をつけてもらっております。たまって金額に関してはですね、今仮想通貨に交換してるんですけど、年内中にですね、メタバースプラットフォームクラスターを使ってですね、計算大会を開いていきたいなと思っております。賞金に仮想通貨、商品に NFT なんかを出していければなというふうに思っておりますので、Web3 なんて言われますけど、最新のブロックチェーン技術、に挑戦する、そろばんの先生もいてもいいのかなというふうに考えております。そういうような考えにですね、賛同していただける方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、今日のテーマですね、生徒みんな夏休みなんで、ちょっと、三日坊主入門編、三日坊主入門というですね、お話をしていきたいと思います。三日坊主、生徒のみんなも聞いたことがあるんじゃないかなと思います。悪いイメージが多いですよね。三日しか続かない、というようなイメージだと思うんですけど、まずですね、三日坊主の誤解をですね、まず一回、解いておきたいなと。そもそも人間の脳はですね、飽きるようにできてるんですよ。よーく考えてみてください。何かみんなが新しい、ゲームを買ってもらったとか、新しい例えば洋服を買ってもらったとか、新しい自転車を買ってもらったとか、何でもいいんですけど、思い出してみてください。買ってもらった当初はですね、ものすごく嬉しくて、自転車、大事に使ってたと思います。ただですね、数日学校に通って毎日のように乗ってるとですね、その新鮮さとかですね、あれだけ大事に乗ってたのに、結構、自転車が倒れても何も思わなくなったりとかですね、そういう風になってくるんですね。そもそも、人間というのは、慣れてしまうとですね、当然その新しいものの欲求の刺激が、なくなってしまうんでですね、ですから三日坊主、何か新しいことを始めてもですね、三日もすれば、慣れてくれば、やっぱりこう飽きてくる。それはもうしょうがないということで、そこをまず理解してほしいんですね。で、三日坊主入門、なんで、じゃあゴリ先生三日坊主を進めるかというとですね、例えばどうせ、すぐやめちゃうんだからといって新しいことをチャレンジするのをやめることの方が危険ですよと、いうお話、そこが大事なんですよね。別にそもそも人間、三日坊主、もう慣れて秋が来るようになってるわけですから、いいんです。どん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 チャレンジしてしまえばいいんです。で、そのうち数打ちゃ当たるじゃないですけどね、そのうち続けられるものができるんですね。続けられるものが見つかるんですね。その続けられるものを見つけた方がよっぽど生徒のみんなにはですね、価値が大きいわけです。ですから三日坊主ウェルカムだと思ってですね、3日でやめないものができた時には最高ですよね。別に3日でやめて、また新しいもの、新しいことにどんどんチャレンジして、そのうち、あれ？これだけはなんか毎日続くなっていうものが見つかったらですね、それはもうラッキー、儲け者なんですね。せっかくの夏休みです。暑いからですね、家の中でエアコン効いた部屋でゴロゴロ、動きたくないなというふうに思うと思います。今日なぜこのネタで行こうかと思ったのはですね、まあ、撮影日曜日なんですけど、今日は辛いな撮影と思ったんですよね、ゴリ先生ね。あれ、今日は休んじゃおうかなと思ったんですね、この数年間続けてる。ただ、なんでゴリ先生、これが全く何年も、6年も7年もずっと毎日のように YouTube 動画を上げれるかというとですね、もう完全に習慣化することなんですね。完全に必ず、動画を上げなきゃというもう使命感もありますし、逆に毎日それを同じことをやってるんで、やめられなくなってきてるんですね。うわ、今日つら、暑いし、と思いながら、辛いなと思いながら家を出たんですけど、やっぱりそれでも、動画を作って、やっぱりこうやってアップできるんですね。で、まあ、三日坊主の話に戻しますけど、いろんなことをチャレンジしてみてください。で、あ、これは続けられそうだと思ったらですね、もうぜひぜひ毎日、そんな難しいことを初めから続けるとですね、そもそも続かないので、できることを毎日必ずコツコツ積み上げてくれれば、それが習慣化します。で、長続きします。長続きすれば、それが上達するという流れになると思いますので、ぜひぜひ、夏休みですからね、
夏休みしかできないこと、ぜひチャレンジしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。